はい、こんにちは、こうです。今日も漫画紹介やっていきましょう。今日紹介する漫画は、本当毎日のようにヤフコメかなんかで聞く言葉ですね。マスゴミ。まあね、週刊文春しかり、いろんなマスコミ、週刊誌、フライデーしかり、いろんなね、それ本当に今がこの時代にいるニュースなのっていうことをわざわざ秘密を暴いてね、それをニュースにするっていう、まあ本当人の不幸で飯を食ってるっていうのは本当に、まあ嫌な、僕は職業だなというふうには思うんですけど、まあ、それを題材にしているマスコミの漫画です。まあ、定期的にこういう話っていうのは映画だったりとか漫画だったりとか出てきたりするけど、これね最近始まった漫画で今僕結構面白くてついつい読んでしまっている作品です。はい、早速紹介していきましょう。今日紹介する漫画こちら。東京ネオンスキャンダル。マスゴミを描いたね、素晴らしい作品です。もう東京ネオンスキャンダル。もうなんか、あれだよね。週刊誌が過ぎそうな言葉を3つくっつけましたみたいな感じの名前だよね。まあ簡単にあらすじ紹介しましょう。主人公は葉山っていう、すごい正義感の強い男の子。もともとは、漫画とかのヒーローとかが好きで、そういう人の編集者さんになりたくて、漫画希望で、こう週刊誌、出版社に入社したと。で、ただ、入社の配属先っていうのが発表された時に、その発表された配属先は、週刊スキャンダル編集部っていうところ。うん。得たフライデーだったりとか、文春だったりとか、そういう風な感じだよね。ね、芸能人の不倫から犯罪の裏側から、まあ、それをね、過激に掲載して、まあ、一部からはマスゴミっていう風にも蔑まれてるような写真週刊誌だったんでね。最初はもう、嫌だな、みたいな感じだったんだけど、入社ね、配属して早々に謎の女性カメラマン。この女性が何かっていうと、まあ、ほとんど会社にも来ないんだけど、もうほんとずっと東京の街に張り付いてて、もういろんなスクープ画像、スクープ写真を撮ってくる人。この人とコンビを組まされることになって、わけのわからないまま六本木へ向かうと。で、まあ、この二人と女性カメラマンとコンビを組んで、とあるスクープっていうのを入手するわけよね。そのスクープ、まあね、言ったら、よくないニュースですよね。芸能人の裏側を暴くみたいな、まあ、言ったら自分たちが暴かなかったら別に普通にその人は平和に暮らしててっていうような話なんだけど、まあ、その秘密を暴いて、まあ、その週刊誌秘密を暴いた時にこの葉山っていう正義感の溢れた少年はどうなったかっていうと、すごい達成感というか快感に満ち溢れてたんだよね。この快感は一体何なんだと、この相手の秘密を暴く快感は一体何なんだというところから物語がスタートして、この女性カメラマンと葉山の二人のコンビでいろんな芸能人のスキャンダルを暴いていくというそういう話ですね。他人の不幸は蜜の味とかよく言ったもので、まあ、これが人間の本性なのかなというのも思わされるようなそういう作品ですね。まあね、ニュースでね、不幸な話題が多いっていうのは当たり前なんでね、多分不幸が好きだから不幸のニュースの方が多いわけで、話としては本当よくある話だと思うんだけど、スクープの撮り方だったりとか、この決定的写真の抑え方だったりとか、そういったところまでね、まあ本当かどうかは分からないけど結構緻密に描いてて、これが非常に面白いなというふうに思いましたね。まあ、本当今後が楽しみな芸能界の裏側を暴く系の漫画になってます。東京ネオンスキャンダル、僕はねこれ結構これから来る漫画なんじゃないかなというふうに思いますね。多分アニメ化とかよりもドラマ化とかした方が僕はこれすごい売れると思います。まあよかったらね、ぜひ一度この漫画読んでもらえたらなというふうに思います。僕は非常に好きな漫画ですね。ちなみにこちらの漫画はこちらのマガポケっていうアプリで、こちらにね無料で読めますんで、よかったらぜひ一度読んでみてください。まだこちらの漫画はね始まってまだ第6話ぐらいまでしか出てない漫画なんですけど、僕はこれ非常に伸びると思ったんで今回紹介させていただきました。よかったらねぜひ一度読んでみてください。それでは今回僕のこの話を聞いて、この東京ネオンスキャンダル読んでみたいなと思ったら、チャンネル登録高評価お願いします。読んだよっていう人はね、ぜひ下の方のコメント欄に感想を書いてくれると嬉しいです。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイバイ。